皆さんこんにちは、エシクです。今日はですね、あのスルマヤさんの方で惜しいグッズをたくさん段ボール4箱分買ったので紹介していただきます。イエーイ。ということで、一旦置きます、すいません。ということで失礼いたします、皆様こんにちは。ということで今日はね、たまりにたまった駿河屋の購入品を紹介していきたいと思います。ちなみに全部男のグッズになっておりますので、男キャラ大好きなので、男です。ということで順番に紹介していきたいと思います。結構前に買ったからね、何買ったかちょっと半分覚えてないんですけれども、ちょっとうわ早速見えてます。ということではい、まず1個目こちらでございます。すげーでかいアクリルスタンド、腕ぐらいあるんですけれども、ソードアートオンラインのキリト君ですね、オーディナルスケールっていう劇場版の衣装なんですけれども、僕オーディナルスケール超好き、もう映画が超好き、何回も劇場見に行ったんですけど、もうキリト君も大好きで、このオーディナルスケールの衣装が好きで、僕でかいアクリルスタンド大好き、男の子ってでかいの好きじゃん。もうキリト君大きい、こんなの拳サイズのキリト君なんて、こんなのおかしくなっちゃうよっていうサイズ感で、これすごい高かったんで6000円ぐらいしたかな、けど多分今ね買えなくて、これも残り在庫1個でやったの買わせてもらいました。もうすごいでかくて、こんなキリト君と一緒に生活できると思ったらさ、拳、キリト君の拳が僕の家に入り込んできたっていうこと、マウントとかじゃないので、全然なんか拳モードとかじゃないんだけど、皆さん全然マウント取らないでくださいとか、みんなコメント書かないでね。はい、じゃあ次こちらでございますね。キリト君のフィギュアでございます。はい。これなんつうの、ソードアートの展示会の衣装のキリト君ですね。これすっごいさ、めっちゃ出来良いの。スーツのキリト君はさ、これ実質結婚じゃん。なんか、結婚匂わせみたいなこと、結婚マウントがしっかり取れるので、2体ですね。もうキリト君に挟まれて、この歌はとはに生きてくのって感じ。アスナマウント取っちゃう。すいません。なんかまたマウント取っちゃった。またなんか、自分がアスナだからって、なんか視聴者さんにマウント取らないでくださいってコメント書かれちゃう。コメント荒れるな。アスナマウントでコメント荒れるなってことで、キリト君2体買いました。やっぱキリト君見て、はい。同じ展示会衣装のユージオ君ですね。はい、ユージオ君、お疲れ様でした。はあ、やっぱさ、男でさ、しっかり団子3兄弟を作るっていうのがさ、日本のしきたりっていうか、文化、ジャパニーズカルチャーみたいなところあるじゃないですか。だから、この3体をしっかり分からせて並べるっていうことは僕はしたかったですね。はい、じゃあ次こちらでございます。これまたフィギュア。はい。有名ですね。ソードアートオンラインヌードルストッパーフィギュア。はい、ヌードルストッパーフィギュアのキリト君でございます。ヌードルストッパーのフィギュア可愛いよね、これ。アインクラッドっていうか、一番最初の衣装ですね。キリト君、すごい。可愛くて、これヌードルスッパって言ったら、棚はもちろん頭とか肩とか口、でいろんな場所乗るからね、買わせていただきました。はい、じゃあ次はこちら。僕最近ね、やっぱプロセカを味わうために始めてから、僕昔からカイト好きなんですけど、カイト可愛いよねっていうことで、カイトグッズをね、プロセカ再熱してからね、カイトくんをね集めようと思って買いました。いろんなカイト、これもねカイトくんだと思うんですけど、開けますね。はい、こんな感じでございます。これちょっとさ、なんか大人っぽいっていうかさ、なんか乙女ゲームっぽいカイトだよね。これもすごいエッチだなと思って買わせてもらいました。いろんなカイトくんがさ、知らない間にたくさんグッズがあっててね、僕はすごい嬉しかったんですよ。はい、セーラー服のキリトくんが出てきましたね。これは、お腹見えてるのエッチだな。ちょ、動かないでキリトくん、ちょっと。これすっごい、もうなんかさ、なんかもういい年した男の子がさ、なんつうセーラー服とか、もうこれはさ、これはさ、もうなんか、使ってくださいって言ってると思うんですか。ヒルトも、攻めてきてるんだったから、マウント取ってきてるの、もう制服でね、もう。はい、あと、カイト君のクリアファイル、かわいいね。ミクちゃんもメイコさんもかわいいですね。これ、いろんなさ、結構いろんなエスさんのね、グッズが知らない間に出てたということで、結構ね、ボカロは結構期間が空いちゃったの、すっごいかわいい。あと、これすっごいエッチなの、カイトさん。見てこれ。僕さ、わかる？このさ、脇っていうかさ、なんか二の腕の肩の部分と脇、このさ、このピチピチインナーにさ、脇と二の腕って、男の子いいよね。わかる？わかるだろう？貴様ら、わかるだろう？ということで、一箱目こんな感じでございました。二箱目も行きたいと思います。二箱目はね、さっきパッと開いたら、フィギュアがたくさん入ってました。はい、まず一個目こちらでございますね。結構前にゲーセンでたアムですね。このスーツのさ、アムさんがさ、やっぱり改めてエッチですよねっていうことで、やっぱさ、コナンってなんかじわ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 好きみたいな、もうすごいね、あれよかったよ、根性のフィスト、すっごいよかったね。もうやっぱこのさ、通常服っていうか、このスーツアムさんはね、絶対マストで欲しいなと思って、ちょうどね、棚ができたから飾ろうと。はい、次
はい、こちらでございます。はい、ムチムワ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 ということで、赤井さんのねミスキっていうか、これさ、筋肉の造形もさ、なんかコナンっぽい世界観っていうか、作品感のある体の造形っていうか筋肉で、すごいね、解釈一致なクオリティのフィギュアで、これすごい良かったですね。で、これもずっと欲しかった。はい、カイトキット様ですね。カイトキット、これはグレーステーションフィギュアってやつで、椅子に座ってるんですよ。椅子に座ってて、そんな感じでね、椅子に座っててさ、いや、エッチだよね、これ僕さ、わかる？あの、なんかあの、組んでる男の子の性癖っていうかさ、なんかイケメンの足ってエッチじゃん。それがさ、組まさってるっていうことはもうすごいじゃん。もう生き残りたい、生き残りたいって、もうマクドスローキャーみたいな、あのまだ生きてたくなるということで、はい、同じこっちのアムさんは見て、もうさ、態度が悪い、態度なんか姿勢、なんていうの、なんだっけ、足癖が悪いっていうのか、これよくない、このわかる、これ足くん、しかもさ、むすって、これほら、わからせ顔、わからせ顔、これすっごくない、これ、もうさ、2人にしっかり分からせられたいなと思って買わせていただきました。これね、あの5人合計で出てるんですけど、ちょっとね、後から5人分ちょっと気に入ったら集めたいなと思っておりますね。はい、ということで2箱目フィギュアだったのですぐ終わりました。で、3箱目も確かフィギュアでございました。はい、ということでこちらでございます。あれ、僕さっき買ってなかったっけ。一緒ですよね。え、これさ、僕多分ですよ、多分なんですけど、あのこれバージョン 1.5 なんですけど、普通のね、バージョン1の方が裏に来てるんですけど、裏に来てる方を買ったはず。これ2体買った覚えがないんですよ。あのキリトは2体買った覚えあるんですけど、これ買った覚えなく、多分ね、入れ間違いだと思うんですよね。バージョン 1.5 2つあるし、後から伝票見てみたいと思います。まあでも、あの男は何体やっても困んなくて、また追加でね、アロハシャツみたいなの着て腹筋だけ見えてる方も、それはそれで風情があっていいなと思って買ったんですけど、はい、じゃあ次こちらでございます。はい、カイトキット様のあのチョコのせっていうね、ちょっとちっちゃめのフィギュアなんだけども、こう棚にね、棚に乗るんですよ。こんな感じで棚に乗っても、これかわいかろう、これ、これもう棚に乗ってさ、これも肩とか口とか体全身に置けるってさ、きっとあのこれキット様好きなんだよね、マジで。わかる、この年になってキット様のさ、美麗さ、エッチさ、しなやかさ、仕事にできる感じ、もう旦那だよね、これもう旦那だよっていうことで、買ったの俺ね、旦那ということで、はい、じゃあ次、僕の視聴者のね、あまりね、好きな方いないかもしれないけど、 FGO フェイトグランドオーダーのマーリン、これアニメバージョンのマーリンなんですけども、これね、ゲーセンで見た時にめちゃくちゃ出来よくて、すげえでかいんですよ、これ。すごめちゃくちゃ重いんですけども、プライズでね、こんなさ、めっちゃ衣装が派手だし、杖もついてて、結構クオリティ高くて、マーリンのフィギュアってね、あのアルカーカラーとかしかね、出てなくて、まあ、結構好きだからね、僕もパーティーで使ってるんですけども、これぜひゲットしたいクオリティだったなということで買わせていただきました。はい、じゃあ次こちらでございます。あの、絶対エッチな布じゃんって。お前、絶対エッチな布。あ、これ、同時に見えるでしょ？これ、公式だからね、公式の中でも相当結構ね、攻めてきてる。これ、すごいね。見て、まずこの股間のさ、わかる、この股間いいね、股間いいからのこんな感じ、もうすごいよね。これもうあのなんかほら、すごくない？これがね、このイラストで商品があんまり出てなくて、で、ね、タオルとあとなんかしか出てなくて、これがね、一番絵柄を楽しめる商品だったはずだから買いました。あのね、このまず体がいいよね、この旧プラムスーツとさ、ムチ生めかしい感じでしょ。はい、みんなここ見たいでしょ。強まなくていいから、しっかり見せるからね。はい、こんな感じ。でも硬くですか、でもわかる、変に顔とか絡めてないから、男の子とかってよく硬くむからね、野球部サッカー部とかやるから、新宿だから。僕エヴァンゲリオン大好きなんですよ。エヴァンゲリオン大好き、決してプラムスーツだからエヴァンゲリオンハマってるとかじゃないですよ。ちゃんと好きなんですよ、僕エヴァンゲリオン大好きなんで。はい、じゃあ次こちらでございます。なんかね、クリアファイルたくさん来て、カイトキットのエッチなクリアファイルがね、エッチなクリアファイルセット。こういう感じ。なんか焦って分からされてる感じとか。見て、はい。なんていうのこれ。ブチギレ顔っていうの。エッチでのこれ。これもなんかですよ、作画良くて買いました。このさ、お前またみたいな子なんかも可愛いです。ニヒミとこのさ、分かる？鼻筋と目と、輪郭ね。いいよね。この輪郭好きじゃない？女子って。ね。我々女子ね。あとこれ。根性のフィスト。この二人いいよね。これもね、根性ピース好きだから買いました。で、これもさっきのシリーズで、これはね、すごい、まずこれでしょう。はい。は
はい、正面からのっと、はにゃはにゃピエンみたいな絵柄と、あとこれでしょ、あとこれが一番ねすごいの、これなんかね、あの弱ってるのよ、弱、わかる、弱ってんのよ。でこれ映画のね告知でね、なんかやられちまったぜみたいな、なんかねガバガバにされちまったぜみたいなセリフで、なんかみたいなこと言うのね、あのそのシーンなのよ、これ良かった。はい、ということで3箱目はこんな感じでございました。はい、ということで4箱目最後でございますね。結構細かいのがねたくさん入ってる感じになっております。ちょっとこっちはねサラサラいこうかな。エッチ、はい、テイルズオブシリーズのリット君の脇全開、腹全開、この色紙めっちゃね、一番くらいの色紙かな。あとアスベル君ね、テイルズシリーズ好きな人いますかね。僕大好きなんですけど、なかなかテイルズの動画も作れてないんですけれども、はい、この2人最高じゃない。体めっちゃし顔めっちゃしさ、あとこれね、あの、はい、見ての通りテイルズシリーズの小物がたくさん入っております。あのすごい、あのスーパーの袋みたいなのも入ってるんですけれども、あ、はい、あ、アスベル君たくさん、アスベル君、あのテイルズオブグレイセスセーフのアスベル君の小物もたくさんですね。ちょっとこれ後でちょっとこれもアスベル君ベッドに出るアスベル君ね、これちゃんと見せろってな。アスベル君じゃなかった、多分これジュード君買ってましたね。今度今日からはね、このあの寝てるシリーズさ、絵柄も可愛いしさ、布団も可愛いしさ、僕も一緒に布団に混ざっていいですかっていう企業案件 PR 案件になってきます。はい、次、本郷奏太君ハマっとるやん、わし再熱しとるやん。でもあのね、これいつのカレンダーかな、これ、ね、あ、今年のカレンダーか、ちょっとね出てほしくなくて、カレンダーってやっぱね、どうしても買い逃す中古とかでしか手に入らないので、本郷奏太これ激盛りだよね。本郷奏太くんね、 YouTube 始められてからすっごい改めて好きで、昔から俳優さん僕あんまりね、なんていうガチハマりすることないですけど、本郷奏太くんめちゃくちゃ好きで、このカレンダーの表紙がもうエロかっこいいっていうか、もうかっこよくて美麗ですごい好きだから、中身も全部見たいなと思って買わせてもらいました。もう次から新品でしっかり買いたいと思います。はい、次、テイルズ・オブ・エターニアのマウスパッドですね。エターニアってね、もう20年ぐらい前の作品かな。グッズがなかなかないから、どうしても中古じゃないと手に入んなくて、あの、リットくんのね、この主人公のこの商品とか手に入るんですけど、やっぱこれね、昔の絵柄いいよね。わかるでしょ？あの、昔のゲーム好きなやつ。昔の絵柄いいんだよ。はい、じゃあ次こちら。はい、アスベル君の激漏れの、さっきと違うバージョンのやつと、これ何？これ、ちょっと買った覚えない。何買った？あ、あれだ、あのね、これが、これ台紙だわ。台紙で、これが商品だ。あの、フォトコレクションってやつで、え、待って。え、これ全員欲しいんだけど。だってこれガイサムとかロイドとかで、え、待って。え、知らなかったんだけど、これ。え、これだって、リュークとかもいるしさ、ゼロスもいるしさ、これ。いいじゃないです。はい、お次こちらでございます。御堂虎君アイドリスセブンですね。これ、イラストめっちゃ好きで、虎君の良さが出てる。あの、顔も、いいし、何よりこの腕と脇きれいな、これすっごくね、この書き込み。これすっごいよね。マジでこの絵柄好きでさ。あの、ツナピも引き続きしたんですけど、トラオくんも押していこうと思って、ツナピトロン、ツナピトロンって話。あと、これですね。あの、本郷奏太くんの YouTube 見てて、ダンガロンパの舞台に出てるって知って、円盤を買い、クリアファイルとかなんかね、あの当時のグッズって今も手に入るからって、これ、ザ・ステージ2016って書いてるからね。何だからでもこれが一番顔漏れてたからね、これだけとりあえず買わせてもらいました。いや、本郷奏太君がさ、自分の好きな作品の 2.5 やってるってさ、それはもうね、壊れちゃうやつだから。あと、これ、もう一個カレンダー2018。これはね、ちょっとね、推しの、待って、嘘でしょ？信じらんない、無理。あ、すいません、後からやります。後からやります。これ、よくない？もう可愛いし、オシャレだし、かっこいいしさ、なんか美麗で、なんかもうすごい、しかもいい子だし、すっごい子大好き、本当に。あの、でもさ、あれじゃない、あの、俳優さんとかハマるとさ、過去のカレンダーとか、バーッとかってさ、なんか、あの、買い漁っちゃったりしますよね。僕もそれだから、もう、ジュノンボーイみたいなところがあるんですね。はい、ということで、今回こんな感じでございました。まあ、フィニアが多かったので、段ボールが多くなってですけど、段ボール4箱分でございました。こんな感じで、まあ、コナンが多かったりとか、普段ね、僕、あの、アンスターとかさ、なんかそういう、アイドル系のやつが多いんですけども、結構こういうね、本を買ってくれるとか、コナンとかソードアートとかも買ったりするので、回答とかね、あの紹介できて嬉しかったです。またなんかいろいろ買ったら紹介していきたいと思いますので、ありがとうございました。またねー。